インディアナハット&ザ・テンプルオブ・アズ。ちょっと昔のゲームなんですけど、なんかやろうやろうと思って全然やれなかったので、やろうぞ。あ、なるほど。ここを登りたいから、右側に3個詰めたいのかな。これって動かせないよね。2つでいいのか。2つでいいんだ。どっちに入れるかわからないって言ってんの。なるほど。こうして、こうね。ネームセイクアクセサリー。わお。オーマイガー。あー、面白い。なるほど。全部取り外せばゴールをしても良い。あー、そういうこともできるんですね。割とそのままだった。な。どうしますか。いや、どうするんだろう。何ができるんだろう、これ。わからない。どういう行動を取るべきなのか予想できない。ここに足場が必要なんだよね。下の段から、ああ、そうか。これでいいのか。で、あとはどう戻りますかってことか。ほほう。頭の上に二つ乗せられるのであれば、なんとかなる。ん？乗ったまま移動するのが優先されるのか。上のやつそこに行くのは想定外。こ
ここの3箇所に埋めないといけないんですね。おお、できそう。ああ、いいね、面白いね。やばい。なんかここにこう階段状になってるものがあればいいのか、もしくはそこの上のはしごに、この上のはしごにたどり着けるような何かをここで構成せよとおっしゃるのか。今ここに落ちてるやつ誰？これか。これはこれを押せないからこうなるけど、これはここに来るのか。きっしょ。きっしょ。なんだそれ。もともと支えていたこいつは落下するけど、こいつは俺が支えるから維持して、上の子はこっちに来て、もともと置いてあったやつは下に落下するの。応用しろと言われたらきつい。で、そんで、最初に何をするかもな。でもこの感じ、いやーなんかこういうこともできる。できる意味ある？この何を求めてるのかわからないというタイプは難しいんだよな。なんかとにかくここにたどり着けるようにこれをゴリゴリとなんとかしろみたいな感じの出題だから結構偶然やってて解けましたっていう考え方になっちゃうんだよな。難しいわけです。私にとってはそういうのは難しい。なんとなく頭の上にたくさんあってもそれを崩すみたいな動き方になるのが良くないんだよな。高さ2段があれば残りの1個階段状に持ってきダメなのか。いや大丈夫。でもこの高さ2段のものをしても一番下に1個落とすんだな。高瀬さん、さっき見たやつ。あ、きっしょ、できた。何これ。できてない。これは、そっか、階段に登るをしないから落下が先に来ちゃうのか。じゃダメだ。これではダメだね。
うん、ちょっと手の打ちようがないので飛ばします。なんか全然違うゲームになってる。なんだこれ。あはん。何きっかけだ。隣接しているものが崩れる。これ色がついてるかついてないかはどういうルールなんだろう。よくわからないやつ。頭の上のやつがなくせればなんか進められる。うん。頭の上のやつをなくす、こういうこと？できた。崩れまく、崩れるのはジャンプしたらか。色の違いはあんまり関係ないかな。そこに入りたい。一つ手に入る。あー、それはそうなるんだ。まあ。なるほどね。なるほどね。いや、インディアナハットの感じ出てきたな、このゲーム。おもろいやん。さ。埋めちゃダメだよな。ゴールできるのか。これを手にしているとゴールできる。穴がある。難しくなったね。ゴールするために絶対持っていかない牛といけない物体。これは落としたら沈まない。これを私の右側に持ってこないといけないみたいなことを。じゃないんだね。ここに石を置かないとダメ？石って、置くのか？石を上に持ってきて、方法ある？
これ押せない。あ、何をするべきかがよく分かっていないな。上で何をできないといけないの？あれを持ってゴールまで行きたいんだけど、この段差があるから、最終的には僕の左側にリングがないといけなくて、でも段差があるから、箱が欲しいけど、箱があって、ここに置いて、リングがあって、ここに置いて、箱があって、こうやって置いたら、こう来てリング取れるか。一つね。ここの上に箱を下ろすっていうことができればできる。けど、箱を、俺の頭の上に乗ってる箱を下ろす方法はわかんないから、俺が持ってるリングの上に箱を乗っけて運んで、みたいなことを、やれるならやりたい。けど、このリングを人間の場所で手から離すってことができないから、ここで下ろすってのが、できない。くっついちゃうからね。やりたいんだけど、できない。なんか、求めてることはうまくできないね。じゃあ違う。じゃあ何？箱が下に二つある意味ないから。箱が下の段に降りてもいいのは何をしたいとき？テストができないんだよね。その、
リングの上に箱を落とすっていうのが成功しないから、本当にそれで動くのかってのは分からんのよ。箱を一つ、上に箱一つ持ってきてなんか成功する形ってあるか。やっぱ下ろせないよねっていうのが強くあるので、俺の頭の上に乗っけるは不正解っぽいんだよな。リングの上に乗っけたい。けどどういう行動でそれが実現できるのかはわからない。ここは内側のこの場所に落としに来ることしかできないのよ。外側には持っていけないからね。リングをここに置いてるのに向こう岸、リングをここに置いてるのに俺が離れているっていう状況は作れないのよ。だからできなくて。わからんねという状況。ここは一つ下に置いてあるのであれば、このある方向に対してはつかない。あかん。ここはわかるな。ここはやらせたいことができないからわかんないな。読みが違うんだけど。好きな場所で引き剥がせないからね。
わかんねえ。初手がわかんねえ、ここ。何を求めてんだ。まだやってない行動って何があるの？木箱を上に持っていこうが不正解なわけないんだけどな。リング単体ではゴールできないから。引き連れるなよ。これがここに置いてあったら上にリングの上に箱持ってくるみたいなことはできるんだけどね。これをこの場所で固定する手段ないんだよな。いや、わからんね。なんかすごい複雑なことを要求してるのかどうかもわからん。ここのセットアップが複雑かどうか、っていうかその、箱を落とす直前の形が成功しないんだもんね。なんか、いや、X ボタンとかキー押しても反応しないから、なんか動いてる。なんか動いてるな。何これ。はしごの上で X ボタンを押すと、なんか足が動く。いやー、なんなんだそれ。いやー、関係ないと思うけどね。箱を縦に2つ重ねるみたいなことも成功してない。やろうとしてないから。頭の上にリング乗るやつは意味わからん。なんだ？わからん。二つ持たないといけないの？
これ登れないけど、これ登れるよねってなんか、普通に俺知らなかったな。ここで挙動確認したい。ああ、箱って持ってけないんですね。じゃあさっきの政治は考え方が違うわ。なんかそんなんじゃない。うん、結局振り出しに戻ったので、ここで何をしたいのかわからない。上の段で何をしないとダメなの？リングだけではダメだったから箱を持ってくようとしたけど、箱を持ってくということはリングではできない。頭の上に箱を持ってっても下ろす手段がなさそうなんだけど、下ろす手段がある？ここに箱があればいいよねぐらいの感じなんだけど。要求していることが根本的に分かってないから、根本的に分かっていない動きをしています。つまり総当たりってやつです。何か正解を見つけましょう。になってる。なんか未知の正解を見つけなさい。これはね、時間がかかりますな。どうしようかな。いや、時間かかるんですよ、これは。この箱を下に2つ落とすだけって結局意味ないので、なんか俺の頭の上に箱を乗っけるぐらいの進展が欲しいの。俺の頭の上に箱乗っけてるとかリング乗っけてるとか、なんかその辺のやつ欲しいんだけど、頭の上にリング乗っけてるときって何もなかったもんね。俺で来て何なのってあるでしょ、俺。そう、これで来ると何なのってなるのよ。ここに箱があるだけでもいいな。そうするとこう持ってってここでおろう。これが閉まってる時って俺ここ行けんのかどうか確認してないな。ここに入れるのかどうか知らんけど、入ったらずれ落ちるので、そのゴールできちゃう。いや、箱がここが、やっぱ箱がここがここなんじゃないですか？
言ってることって。で、ここだとしたら、もう、箱、ここにお客、ゴールみたいな感じなんだけどな。いや、ゴールじゃないけど、ゴールじゃないけど、箱をそこに置く方法ってなんかあんの？頭の上に持ってきた箱を、もともとリングがそこに置いてあって、私が移動できなくて頭の上に乗ってるものが移動するみたいなギミックがあった。あかん。ひらめけへんな。ちょっとやっぱ飛ばします。ひらめかない、ここは。次。っていうところで30分オーバーしてるので、次回へ続く。